Thank you.
皆様大変お待たせいたしました。本日お忙しい中ご来場いただきましてありがとうございます。私イオンモールの野田と申します。よろしくお願いします。千葉県誕生150周年を記念いたしまして、商業施設でコンサートということで千葉県庁と一緒になりまして実現したのが白大工業高校さんのコンサートでございます。今日はどうぞ皆様最後までよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちは拓殖大学工業高等学校吹奏楽部です。本日は会場にお越しの皆様に元気あふれる演奏をお届けしたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。申し遅れましたが、本日司会を務めます3年ユーフォニアムパート梶谷月と3年クラリネットパート岩野真帆です。どうぞよろしくお願いします。それでは早速演奏に移りたいと思います。最初に演奏する曲はディープパープルメドレーです。それではどうぞ。
に踊ってみてください。それではお聴きください。せーの、サーバーイミッキー。
千葉県内のイベントでも頻繁に演奏機会をいただいており、まさに野球応援の名門校の名にふさわしい活動を展開していると自負しています。私たちの活動については広陵高校吹奏楽部のホームページや X、Instagram に掲載していますので、ぜひご覧ください。さて、時間が経つのは早いもので、次に演奏する曲がプログラム上最後になりました。最後にお届けするのは、広陵高校吹奏楽部が誇る日本一の野球応援メドレーです。皆様に元気を届けられるように、精一杯演奏したいと思います。この後、アンコールの準備もしていますので、もっと聴きたい方は遠慮なく拍手をお願いします。それでは、お聴きください。野球応援メドレーです。
皆様大変お待たせいたしました。本日は雨の中イオンモール富津にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私はイオンモールの野田と申します。よろしくお願いします。今日はですね、千葉県誕生150周年を記念いたしまして、千葉県庁さんと千葉県内の商業施設が、タッグを組みまして、商業施設の中でコンサートということで、今回は、拓殖大学広陵高校の、方々に来ていただきました。ありがとうございます。2回目のコンサートも盛り上げていければと思いますので、皆様どうぞ手拍子での応援をよろしくお願いいたします。それでは、広陵高校の皆さんよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちは拓殖大学広陵高等学校吹奏楽部です。本日は会場にお越しの皆様に元気あふれる演奏をお届けしたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。申し遅れましたが、本日司会を務めます3年ビオフォニアムパート梶谷幸と、3年クラリネットパート岩野真帆です。どうぞよろしくお願いします。それでは早速演奏に移りたいと思います。最初に演奏する曲はディープパープルメドレーです。それではどうぞ。
ありがとうございました。ピンクパープルメダレーをお送りしました。さて、続いて演奏する曲はジャンボリミッキーです。この曲はディズニーのキッズ向けダンスプログラムで使用されています。ミッキーやディズニーの仲間たちと一緒に愉快な振り付けを踊る光景は、今やディズニーだけにとどまらず日本全体を巻き込むムーブメントとなっています。ぜひ皆さんも演奏に合わせて一緒に踊ってみてください。それではお聴きください。せーの、ジャンボリミッキThank you.
ありがとうございました。ダンコメの天使の天命をお送りしました。さて、続いて演奏する曲はボカロピットメダレーです。この曲は一部界隈で大人気のボーカロイド、通称ボカロの数あるフットナンバーから原点にして頂点とも評される千本桜、ムキムキにしてあげるの2曲をメドレーでお届けします。ボカロを知っている方も知らない方もぜひ一緒にノリノリで盛り上がってください。それではどうぞ。4期連続で本選大会に出場、マーチングコンテストに
においても千葉県代表として関東大会に出場しています。また千葉県内のイベントでも頻繁に演奏機会をいただいており、まさに野球応援の名門校の名にふさわしい活動を展開していると自負しています。私たちの活動については広陵高校吹奏楽部のホームページや X、Instagram に掲載していますので、ぜひご覧ください。さて、時間が経つのは早いもので、次に演奏する曲がプログラム上最後になりました。最後にお届けするのは広陵高校吹奏楽部が誇る日本一の野球応援メドレーです。皆様に元気を届けられるように精一杯演奏したいと思います。この後アンコールの準備もしていますので、もっと聞きたい方は遠慮なく拍手をお願いします。それではお聴きください。野球応援メドレーです。
にお答えして記録の宝島メドレーをお送りします。最後まで元気に演奏しますので、ぜひ一緒に盛り上がってください。それではどうぞ。Thank you.
皆様ありがとうございました。拓殖大学高陵高等学校吹奏楽部の皆さんにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。千葉県は150周年を迎えましたが、実はここイオンモール富津も今年で30周年を迎えます。皆様ありがとうございます。どうもありがとうございます。これからも皆様に楽しんでいただけるそういったイオンモールを目指して頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは最後にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。